一つ目がですね、スーパーソーと言われる音色で、まあ、EDM では結構使われる、ソー波、シンセのノコギリ波と呼ばれるビャーって派手な音色ですね。ちょっと弾いてみますと、こういう、まあ、こういう派手なやつですね。で、これどうやって作るのっていう思うと思うんですが、もう、プリセットをちょっといじって作ってます。このダーティーコーズというですね、これはモチーフからも入ってる音色で、これのエレメントをですね、いくらでもエディットで増やすことが今回できますので、ちょっとオクターブ、上の音色とかちょっと足してみて、ちょっと違いを聞いてもらえれば分かると思うんですけど、これが元ので、こうこのオクターブ上の感じとかもちょっと入ってますので、よりこう厚みが出るようにしてます。あとこちらピッチベンドの方はちょっとこうオクターブぐらいの幅にして2分にしてますね。これかっこいいですね。あとこのモジュレーションホイールは普通にビブラートをかけてます。これの2つで結構表情が出ますね。それとですね、このスーパーノブ、こちらはフィルターの効果を、アサインしてます。フィルターの効果、 DJ の人がよく EDM の楽曲でやるように、こうだんだんこう音が開いていったりとか盛り上がっていったりとかっていう、そういうのをこちらアサインしてます。ちょっと聞いてもらいたいと思います。っていう風にこう音色に表情がつきました。例えば曲の最後とかにビャーってやって、これで締めたりしてもいいですし、こういう風に回してる感じもライブ映えしますので、ぜひ、おすすめの音色皆さんも作ってみてください。もう一つですね、 EDM でよく、使われる音色、サイドチェーンって、こう、キックに合わせてファンファンファンファってこうやる音色なんですけど、ちょっとこれ弾いてみます。まあ、っていう音色ですね。これ結構人力でやるのは難しいと思うんですけれども、これ MODX の中にですね、ちょっと専門的な話なんですけど、 LFO っていうこういう波形が、ずっと動いてる波形が内蔵されてまして、それを音量だったり、さっきのフィルターにアサイン、結構簡単にすることができます。こちらのスーパーノブにはまた同じくフィルターもアサインしているので、それと合わせて結構 DJ のプレイができるようになります。ちょっとやってみます。人間離れしたといいますか、デジタルなプレイも、できる音色、こちらも作ってみました。この音色ですね、最後、さっきデモの方、最後の方でリードで使った音色なんですけれども、こういう音色、リードの音色ですね。この MODX、モンタージュから引き継いでますこの FMX 音源というものも一つ大きな特徴になっていますね。で、EDM の楽曲でも今実は結構この FMX の音源っていうのは注目されていて、なんかこうゲームっぽい音ですとか、ちょっとこう昔のヴィンテージっぽいシンセの音みたいなのが結構使われていて、それが特徴になっているジャンルもあるので、結構この音源が入っているっていうのは、EDM の中でも結構使い道がいっぱいあるんじゃないかなと思います。このリード、元になっているプリセットの音色、この FMX のこのモーショングリッドっていう、これは僕見つけたんですけれども、まあ、これをちょっとこう加工してというか、もうほとんど同じですね、同じ音色で使ってます。で、一つちょっとご紹介したいのが、このスーパーノブにエフェクトをアサインしてるんですけど、こういう効果、これビートリピートっていうエフェクトなんですけれども、
まあ結構探してみて偶然あったりするとかっこよくかっこいいものが結構あるので、そちらの方をこう探して作ってみるのも面白いかと思います。冒頭の、ルバートっぽい部分で、ピアノとパッドを合わせた音色弾いてます。これだけだとピアノだけなんですが、このスライダーこちらにですね、パッドとストリングス、例えばこっちストリングスですね、これ合わせるとこうそれアサインしてます。そしてですね、このパッドの方は、このモジュレーションホイールで開くようになってます。そしてスーパーノブの方はですね、こちらはこうピアノの音色にちょっとワンアクセントというかディレイをちょっと、かけるようにしてます。こういう効果で、ピアノの音がですね、CFX とですね、ヤマハのコンサートグランドの、最新のものということで、その音も結構綺麗ですので、これ合わせてちょっともう一回軽く弾いてみます。こういう音色になってます。ストリングスの音色で使っていたこの竹セクションというの、この音色はですね、スーパーノブを駆使して、スーパーノブを回していくと、オーケストラの編成が、どんどん変わっていくというそういう音色なんですけれども、ちょっと聞いてみてください。回していくとどんどん景色が変わっていくんですけれども、これはですね、もともとプリセットでシアトルセクションズというプリセットがありまして、こちらがですね、こういうふうにですね、スーパーノブを回すと、オーケストラ編成から、多分弦カルぐらいの小編成に変わっていくっていう、これが、音が途切れることなく変わっていくっていう音色なんですけれども、これを元にして、僕はですね、この間にですね、ちょっとこう木管セクション、フルートとかオーボエとかのセクションが入るところに作ってみたり、あと一番回し切ったところには今度はピアノが入ってきて、ピアノと、オーケストラの編成になるっていう、そういうふうにしてこうそれをこう回すことによって切れ目なく、変化させるという音色になっております。
これを使ってもうちょっと自由な感じで弾いてみます。こういう表現も MODX だと可能になるという音色でした。まず第一印象、これが来た時のもう第一印象はとにかく軽いです。もうひょいっていう感じで、で背負ってみて もう全然こうずっと移動しても全然こう苦にならない軽さっていうのがまず本当に第一印象で、そしてこう弾いてみた感じがやっぱり僕モンタージュの方も使っているので、それに比べてやはりこう音色とかも本当に遜色ない音色が出て、もちろんモンタージュから少しこう限られて機能が限られる部分はあるんですが、やっぱりこうそれを補って余りあるこの軽さというかこの持ち運びやすさ、そしてですね結構この入っているプリセット音源を充実してますので、それをこうただこうプリセットを選んで弾くだけでも十分いろんな現場に対応できるっていう即戦力もありますし、もちろん音色こだわりたい方はちょっとエディットするのもやはりこうそんなに複雑ではなく、こだわりたい人はこだわれるといった感じで、やはりその我々キーボーディストっていうものはやっぱりこう自分で持ち運ばなきゃいけない時もあって、電車で持ち運んだりとかっていう時にやっぱりこう限られると、特に女性の方とかはこうあまり重いものは持てないっていう、そこででもこうあの音色も出したいっていう機能をこうやっぱ天秤にかけることがあると思うんですけれども、この MODX はそのパフォーマンスとその持ち運びを結構かなり高いレベルで充実度が得られる機種だと思いますので、初心者の方からこだわっている方まで幅広いユーザーの方にぜひおすすめしたい機種になっております。